します。紅茶と言いますと英国イギリスのこのアフタヌーンティー、優雅で贅沢な時間のお供、そういったイメージ皆さんは持ってるかと思いますが、この紅茶というのがイギリス、この一つの国を動かすほどの影響力を持っていたということはなかなかご存知ではない方もおられるかと思いますが、部長、部長、ちょっとよろしいですか。おー、どないしたんや。ちょっとあの聞いてほしいいうかね、相談いうか話がございまして。ん、話なんや言うてみや。ちょっとね、いや実は今朝うちの奥さんとね喧嘩してまいりましてね。おー、夫婦喧嘩な。あ、そうでございますね。で喧嘩してまいりましてね、この大喧嘩したんですけど、これどっちが悪いかいうのを俺部長に決めてもらいたいと思いまして。なるほどな。まあまあ夫婦喧嘩ちゅうのもな、どっちが悪いというわけでもないし、まだお前の話は聞いてないが、お前が悪い。ちょっと待ちなあれ、なぜ悪い。まだ何も言うてまへんが、それ聞いとくなあれ。言うてまんねん。まあまあ言うてみ、どないしたんや。言ったね、うちの奥さんがね最近アフタヌーンティーちゅうのにハマってまんねん。おお、なるほどな。ほんでね、どないなことしてんねん言うたらね、近所の奥さんとか連れてね、ほんで仲いい友達集まって、昼間にね、めちゃめちゃええホテルとか、きれいなおしゃれなカフェとか、そういうとこ行ってね、で、このお茶菓子と紅茶、これを楽しみながら喋ってるみたいなね、これが何本ぐらいするんやったらね、4,000〜5,000円する今ね、4,000〜5,000円。おー、まあそれぐらいはするわな、するわな、と落ち着ければ違いまんねん。これだけちゃいますね。ほんで、ちょっと前から。うちになんかこんなでっかい食器だな、なんかここ出来上がって、ほんでなんかどん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 このティーカップ言うんですか、あれがなんかみる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 増えていきまんねん。私のお前ね、よう増えていってるけど、これ1個何本ぐらいすんねんやって聞いたら、こんなカップ1個でね4万とか5万とかするって言いまんねん。まあまあええカップやったらそれぐらいするんと違うか、するんと違うか。こんなんで4万とか5万とかですね、1個ですよ1個。まあまあそういうな、歴史のあるようなそのメーカーやったらそれぐらいするわ。ちなみにその4〜5万するの、なんか言うてたか、ブランドとかメーカーとか名前言うてたか。いやな、私そういうの詳しくないで分かりまへんけどね。なんや、千枚とか焼き千枚とか言ってました。千枚とか焼き千枚、それお前もしかしてマイセン違うか。ああ、それそれマイセン、そのホルモンで、ホルモン違うわな。何を言っても、まあまあ、マイセン言うたら有名なところやから、それやったら4〜5万してもしゃあないわな。しゃあないんですか。私そんなにいろいろ金使わないで怒りましたよね。私そんなもん4〜5万のこのカップに金かけてるけど、私食器何作ってるか知ってますか。あんたはこれで言って紙皿と紙コップ渡されてまんの。洗い物せんで済むから。そういう問題違いますから、何言ってまんねん。ほんでお前どんだけ趣味に金使うねんって文句言うて喧嘩になりましたね。なるほどな、そういう喧嘩か。じゃあ、分かった分かった。ほんならちょっとお前時間今あるか。ございますけど。ほんならちょっと飲みに行こうか。何飲みに。まだ昼間でけど行きまんの。おお、行きまよ行きまよ。あ、そうか。ほんならついといて。あ、こっちおいでこっちおいで。ほんならこっちや。あ、ほんならそこ座って座って。いや、座ってて何ねんのこれ。ここホテルのラウンジでんかな。おお、そうや。いや、そうやて。部長、普段こんなとこで飲んでまんの。まあまあ、こんなとこでまだあんま飲んだことないけど、飲みまんねんな。ほな、飲みましょうか。飲もう飲もう。もう注文したのさかいな。次に来ると思うわ。来た来た来た。持ってきてくれたね。失礼いたします。あれ、部長。これなんか決まっ、これなんでねん。なんでねんって、これ、紅茶やねんか。紅茶飲もう言うてましたよ。飲もうやないか。なんです？後からなんか決まんのかこれ。ほな、後から焼酎かなんか来て紅茶で割って飲む。いや違うわな。この紅茶を飲むのやないか。紅茶を飲む。そうや。アフタヌーンティーやないか。何？部長これアフタヌーンティー。部長普段からアフタヌーンティーやってまんの。そうやがんな。びっくりしたな、わしその話聞いてな。お前の奥さんもええ趣味持っとるやないか。このアフタヌーンティーわし最近ハマっとってやな。こういうのこういうとこの来てやな、飲んだりしてんねん。飲んだりしてんねんって。これ何本ぐらいしますの。
まあ4,000〜5,000円はするわな。4,000〜5,000円、これ紅茶飲むのに4,000〜5,000円。お前何も分かってへんねん。お前はほら4,000〜5,000円でも安い方やで。あのな、この一杯の紅茶の中には我々の手元にたどり着くまでに300年、400年、それぐらいの歴史があんねん。それだけたくさんの歴史を経てこの一杯の紅茶として我々の手元に届いてるわけや。その歴史を知ったらお前な、3,000円、4,000円、5,000円で安いもんやなってきっと思うはずやで。お前なんか、それどんな歴史が今ね、聞きたいか。ここまで言われたら聞きたいでんかな。おせだろうか。お前な、きっとこの紅茶の歴史、今こうやってわしの話聞いたらやな、ああこれはこんないっぱいの紅茶、ああこれからは軽々しく飲めんな、これからの紅茶の味がきっと変わるはずや。ちょっとほんならお前に紅茶の歴史話したのか。